フジテレビをご覧の皆さん、こんにちは。博多華丸大吉です。今回はうどんもそうですし、橋本まなみさんとも実は華丸さんちょっとあったんですよ、昔。皆さん知らないでしょ。知らないでしょ。結構ね、そうちょっと言ってあげてよ。彼女がデビュー当時にそのお試し番組みたいなやつで MC でレギュラーやってたんですよ、一緒に。実はアシスタントで、うん、しかもちょっと下ネタがすごい、うん、多めの番組で、うんうん、なんか方言、まあ、それこそ地方の方言を並べると、まあ、なんとかでよかばってん、なんとかなんとかちんちん見る場合っていう、ちんちんが楽しく見る場合、どっかの方言 で、うんうん、でとにかくそのちんちんって言わせたいがための番組やった橋本さんに。でずっと番宣でちんちん見る場合、ちんちん見る場合とか、なんかめちゃくちゃさせられるの橋本さん、かわいそうに。2人でね、山形から出たてだから、うんうんうん、あのでもそのエッチなプロデューサーがさ、うん、もっともうちょっと違うパターンでって、ちんちん見る場合、ちんちん見る場合なんか本当に何回言わすっていう、その頃の付き合いだから。そうだから、ね、あの地元やし稲葉うどんさんやし、うん、横浜言ったら芸能界で 1,2 を争うぐらい、うん、仲のいいというか顔見知りの、まあ、気心知ってる、まあ、少ない、うん、数少ない女性タレントさんやったから、本当にあ久しぶりに花丸さんのはしゃいだ姿見たなと思いましたんで、多分なんかその不倫旅行ってこういう感じだよ多分あと思うね。絶対ダメな、絶対ダメなことみたいですけどね。あ、うん、でもそんなのも垣間見えましたよ。見えますよね、うん、楽しそうでしたね。日本わが町うどんマップ2はフジテレビ系列で2月の23日日曜日午後4時5分から放送です。ぜひご覧ください。